きチャンネル。なんていうか分かんないですか。じゃあ、はい、明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。会わないですね。なんとか一緒に。佐藤さん、はい、箱根駅伝見てました？見てましたよ。帝京大学がね、はい、我らが母校帝京大学が、はい、初の3位、はい、最後ね、うん、東京国際と明治と国、はい、学院と帝京が10区で並んで、うん、わー、競ってましたね。最後どうなるかってね、国、うん、学院のね選手が抜けて3位になってね、はい、まあ自己最高タイの4位で、うん、頑張ったっすよ。そうですね、復路だけだと3位だったんですけど。あ、そうなんですね、はい、完全総合だと4位。でもまあまあ未来あんちゃうかっていう、帝京が箱根で優勝するのも。なんか今年結構新世代というか新しい感じが上位に行きたいって言って、だから東京国際も初のシードじゃないですか、はい、あと創価大学も多分そうですね、最後ね、はい、頑張ってね抜いた初のシードだったりとか、うん、はい、まあ、ドラマがあるっすね。そうですね、箱根駅伝には。言うこと忘れてませんか。優勝したのはどこですか。それはまあ、青学ですけど、別に袴田さんの力ではないですよね。もうちょっとおめでとう。おめでとう。ありがとうございます。2年ぶりですか。そうですね、去年途絶えたんですよね、はい、連覇がね、はい、東海大学に負けて。そうですね、で完全優勝も結構久々だった気がするんですよね。あ、そうなんですね。ちゃんと詳しく調べないと怖いですけど、ああ、完全優勝はちょっと久々です。でもなんか、その後ね、メディアでも4年生にね、うん、マネージャーになるのかどうするのかみたいなね、はい、とかね、はい、いろんな厳しい、だからなんちゅうですかね、はい、まあ、原監督もね、優しさだけじゃない厳しさもね、垣間見ながら、そこでね、4年生の頑張りとか、まあいろんなね、ことの中での今年の優勝はね、まあ多分選手たちにとっても、ひょっとしたら原監督にとっても、まあこんななんか上から目線で言うのもあれですけど、なんかすごいね、大きな1年になったんじゃないかなって。そうですね、なんか毎朝こう、箱根のニュース見てると、ああ、なんかよかったなみたいなね、嬉しいですね。僕ちょっと一つ疑問に思うこと言っていいですか、青学に。はい。ですか、青学ってなんか青っていうイメージあるんですけど、はい、緑なんですか、カラー、スクールカラーは。そうですね、あんま深く考えたことなかった。なんか青学って青っていうイメージがすごい強い。でも野球部のブレザーは結構青に近い紺だったと思うんですよ、ね、野球って野球よりも青っていうイメージあるんですよ、青学って、まあ、白に青、白に青かも。そうかも、そうですね。なんで緑なんですか。陸上部グリーンですね、うん、なんででしょうね。気になります、いつもそのスクールカラー。はい、全然気にしてなかった。早稲田とかエンジで、エンジ、そうです。あ、明治だから、明治とかだと紫じゃないですか、はい、あ、全部野球もそうですね。構成もオレンジとかじゃないですか、はい、あと創価だとね、青と赤のなんかストライプみたいな感じだったし、はい、なんか東京国際でかっこよかったですね。ああ、そうですね、ゴールドが入って、ね、はい、で東海だと青ですか、はい、あ、そうですね。で帝京だと赤なんですね、はい、あ、帝京もカラーも赤ですね。ああ、感じで東洋だとなんか紺、はい、とかじゃないですか。わかんない、これ知ってる方教えてください。なんで青学グリーンなんだろうねえ、はい、ああ、まあということでね、はいはい、僕また箱根とか見てて思ったんですけど、はい、なんかメディアでもね、うん、その箱根で儲けた収益はどこに行くんやとか、はい、還元されへんのかとか、うん、いろんなことあると思うんですけど、はい、もうお金のことばっかり言うやめようやっていう。まあ確かにそういうのも大事かもわかんないですけど、僕、まあ、甲子園でもね、はい、朝日毎日がこうやって言うの見ますけど、うん、はい、儲けるっていうメリットもある代わりに、うん、赤字になるっていうデメリットもあるわけですよね、はい、もしくは赤字に、ずっと赤字のまま企業が補填してきてたのが、やっと黒字化した可能性もあるし、箱根駅伝も、まあ、読売とか日程とかいろんなところがね、やりながら、その、ずっと、まあ僕はもうそこまで知識ないと分かんないですけど、ずっと、初回からずっと黒字だったわけじゃないと思うんですよ。そうなった時に、やっぱメリットデメリットあるんで、なんか損した時はそんなそっちの運営のやり方が悪い、得した時だけ分け前くれやっていうのも、いやちょっと違うんちゃうかなっていうところもあったりとか、あと今高校ラグビー、うん、大学ラグビーとかバレーとか、はい、あとはまあ、箱根もそうだし、うん、選抜も始まりますし、うん、そのなんていうんですかね、一部の人は箱根があるから、はい、なんかその日本のマラソンが良くなったとかっていう人もいるんですけど、
え、そんなこと言ってます？いう人もいるんですよ。はいはい。だから、うん、一人が棄権したら、はい、全部がそのチーム棄権っていうのもおかしいから、うん、3人ぐらい、うん、なんか補助つけてみたいなとか、よくもうそれだと駅伝ちゃうやんみたいな。そうですね。全員が襷をつないでからこそ駅伝っていうんですね。だから僕はその後のね、ビオアウターのその箱根の選手のね、はい、とかマネージャーとかそれにサポートする、うん、部員とかね、はい、あとはまあ肌園を目指してるとか、うん、国立のサッカーとか、ラグビーも大学ラグビーもあるし、はい、甲子園もあるしっていうところで、うん、なんかそれだけが全てじゃないっていう、また甲子園の時もあるじゃないですか、はい、それだけが全てじゃなくて、うん、なんか未来に向けてその金の卵を潰すなっていう人いるんですけど、あ、まあ、そうですね、その大会だけのことじゃなくて先のことも考えていろいろ言う方がいるっていう、うん、選手ファーストとかってよく言うんですけど、誰が言ったんやっていう、その選手ファーストはもう僕は常に言ってるんですけど、はいはい、選手ファーストイコール選手の気持ちやと思うんです。選手の気持ちを大事にするのが選手ファーストだって、はい、そういうのに、選手を守ることが選手ファーストってちょっと言ってる人多いんちゃうかっていう。でもその守ることは本人たちが言うんじゃなくて、いや周りの大人がっていう人がいるんですけど、いやいやもう高校生にもなったら選挙権ももうあるわけじゃないですか、それだったらもう大人として扱っていこうよっていう。なるほど。守ることが選手ファーストなんかっていう、それ過保護になりすぎてんちゃう。確かに選手ファーストってこう言われてることを聞いたら、それは選手の意見を汲んでるというよりは周りがただ言ってるだけやろ、勝手に言ってるだけやろっていう、聞こえることも多いですもんね。じゃあ箱根走ってる選手がとか、はい、甲子園目指してる球児がとか、うん、その国立目指してる選手がとか、はい、言ったんかって。高校サッカーだって、はい、インターハイとかほぼ毎日サッカー試合あるんでしょ、うん、はい、でも考えた時に、僕でもね思うんですよ、この箱根とかラグビーとか見てても、はい、今必死で生きれないやつが、うん、未来に向けて大事な時だけ必死でやるって無理だと思うんですよ、はい、今目の前にあるじゃあ箱根駅伝のチームでレギュラーになることとか、うん、箱根出たら、まあ、チームとしての目標ありますね、青森みたいに優勝奪還やっていうチームもあれば、はい、なんとかシード権取れるようにとか、はい、もしくは自己最高の順位で終われるようにとか、はい、自分たちの目指すべきタイムだとかっていう、うん、目指すべきものがその人それぞれチームそれぞれであると思うんですけど、はい、それに向けて今必死でやってるからこそ未来に向けてその過程が、まあ、実を結んで花になっていくわけじゃないですか、うんうん、それをいやいや俺の本ちゃんは未来やから今はそんなにも必死でやんないよと、うんうん、怪我して困るし、はい、ニュートラルで行って来たらガッと上げますよ、うん、そんなやつ一流になれるんかっていう。でもそんな人います？でもそうやって周りがしようとしてんちゃうかっていう。あ、まあ、確かに周りの仕向け方、その球数制限だったりとか、その駅伝も補助つけて、誰かが棄権したら棄権、うん、はい、その変われるようにとかね、うんうんうん、っていうのは周りがそう仕向けようとしてんちゃうかっていう。まあ確かに駅伝とかも一人がその走れなくなっちゃって、うん、そしたら助けって繋がんないわけじゃないですか、うん、まあ確かに一人のまあそういうことのせいでみんなその走れない方も出てくるっていうのは見ててもやっぱり辛いなとは思うんですよ。ルールだから。いや、そうそうなんですよ。辛いなと思うんですけど、それはそれでやっぱりその人たちの人生の一つのドラマですよね、うんうん、ルールじゃないですか、うん、そんなの言ってたらもう何もしない方がいいっていう。もう何もしない、大会しない、そもそももうじゃあ箱根やめますかって話じゃないですか、うん、箱根やめたらもうそれで箱根じゃないから。そうですね。何も磐梯山とかでした。新春磐梯山駅伝。いや、ちょっとどこにしても、ね、変わんないと思いますよ。高尾山とかにするもん。じゃいいんじゃないですか。高尾山って言って、はい、箱根に行くから箱根なんで。そうですね。それもう甲子園やめようやって言ってるのと一緒じゃないですか。そうですね。だ、僕はもう学生もそうだし、まあ、大人もそうだと思うんですけど、うん、今必死で生きてて、うん、勝負かけて必死でやって、まあ、こんな言い方したらあれですけど、ダメだったら、うん、怪我したらもうそれしゃあないやっていう。そうですね。何かを恐れて、うん、いや何か手にできひんでっていう、うんうんうん、なんかこうものすごくめちゃくちゃ全力もう 120% の力を出してきて、で未来も成功する人もいれば 120% の力を出してきて、それが怪我につながっちゃう人ももちろんいるんですけど、うん、でもそれって怪我してみないと分かんないものですね。しかも周りも含めて、うん、怪我させようと思って怪我させてるわけじゃないですか、うん、そういうところのしっかりケアもして、そうですね、管理もして、うん、
状況を見ながら本人と話しながら怪我しないようにやった結果怪我してしまうこともあるじゃないですか、うん、だってローで行ってても怪我しますからね。軽くやってても怪我しますからね。そう、まあ、全力でやってなくても怪我するんですよ、はい、軽くやってても、うんうん、逆にねあのいやもう集中しないから怪我するんだよっていうパターンもあるわけじゃないですか、はい、ってなったら別にハードワークしようが、うん、ハードワークしまいが怪我するやつはするし、うん、怪我するときってするわけですよ ね、 そうですね。僕らでもそうですけど、うん、なんてないときに怪我したりするんですよ、うん、あみたいな、はい、っていうのもあるんで、うん、それはハードワークかハードワークじゃないかって、まあ、もちろん一つの要素としてはあるんですけど、うん、そればっかりを否定してたら、うん、いやもう弱体化していくだけだし、うん、それをあの本人たちが考えてやればよいじゃないですか、うん、で箱根がねマラソンのためになんないってもし言うんだったら、はい、僕はそんなことは思わないですけど、あのじゃあ別に箱根駅伝のチームに行かなきゃいいだけやっていう、その本人が、まあ、そう思うのであれば、思うであればね、うん、別にね、うん、でもみんなそれを目指していきたいやりたい人をやればいいわけじゃないですか、はい、それを外野がごちゃごちゃ言う話でもないし、うん、あの逆に言うと過去のトップランナーの人たちは、はい、箱根を走ってもトップランナーだったんじゃないんですかって、はいはい、逆に言うとその箱根も走ってもトップで行ける方のやり方を考えた方がいいですよ、まあ、何でもかんでも否定するんじゃなくて、うん、で甲子園で投げてね、あのじゃあ桑田さんとか甲子園で多分20勝ぐらいしてると思うんですよ、はい、ってなった時に甲子園で一番投げてるのは桑田さんだと思うんですけど、その桑田さんがもちろんプロに入ってから怪我する可能性ありますけど、はい、別にそこからゴッとねメジャーにも行ってるし頑張ってきたわけじゃないですか、はい、松坂だってそうだし、まあ、マー君だってそうじゃないですか、でそういった選手たちはもういるわけじゃないですか、うん、怪我する怪我するって言うんですけど、怪我した人ってプロ入ってからの人が多いですよ。まあそうですね、うん、もうこの高校野球の夏の場合で、うん、まあそれはどっか痛い人はいるかもわかんないですけど、はい、もう投げれなくなってもうその先シーンも進めませんってなくて、うん、まあ蓄積疲労もあるかもわかんないですけど、入ってからの人も多いし、うん、で逆にアマチュア自体あんまりコントロールしすぎると、はい、プロに入ってきたら一気に上げなきゃいけないんで、うん、ついてこれないパターンやるほどあるんですよ。あ、なるほど。だって東洋大の海野君、うん、去年頑張りましたけど、はい、もう多分60試合前後投げてるわけじゃないですか、はい、いきなりっすよ、うんうんうん、ほぼあの6連投とか普通に出てくるんですよ、はい、長継ぎとかになると、はい、それをいやいやもう30登板ぐらいであんまりよく行きましょうなんて言わないじゃないです か、 だからあんまりそのコントロールして過度な負荷をかけなくしてプロに入ってきて焦って周りとしてガッと上げたら一気に壊れるパターン、でそれはアマチュア時代じゃなくてプロ入ってきてから壊れてるわけです、うんうんうん、だそういったところも考えなきゃいけないし、周りが制限を別にこうしろって言わなくても本人たちはやれることはやりつつでもちゃんとケアもしてるじゃないですか。そう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 、だから別に周りがとやかく言うことではないと思うんですよね。そうです、で本人たちが必死で頑張って未来に向けてチャンスつかめばいいんですよ。彼らもやることはやって 120% の力を出してても怪我はしないようにも努めてるわけですよね。そうですそうです、うん、僕だからそれをね、はい、年末の戦力外通告の男たちと、はい、やってましたね、年始 の、はい、あの箱根駅伝、はい、もしくは高校ラグビー、高校サッカー、うん、大学ラグビーとかを見て、はい、毎年もうつくづく毎年思うんですよ。これからの1年のね年末年始のね、はい、僕の考え方ですよ必死でいかない掴めないぞっつって、必死でいかんと年末、はい、いずれはああなるんだよっていう。年末年始のこんななんかおめでたい時にそんな難しいこと考えてるんですか？いや必死で生きていかないと年末戦力外になるわけ、はい、絶対だよ、まあ、ね、うん、まあ、自分で辞める人もいれば戦力外って言われた人もいるし、はい、これ野球じゃなくて他のスポーツもあるわけじゃないですか、はい、うん、ね、学生だったらそのね学生期間を終えたらもうその競技から卒業っていう人もいるわけじゃないですか、はい、だから人生において卒業は必ず来るわけですよね、うん、それを毎年年末に確認するんですよ、はい、今頑張んなきゃ卒業来るぜって、うん、で年始明けたら必死で走ってて、はい、頑張れ頑張れ、そうよ今必死で生きなきゃって思うこのルーティン最強ですから、ね、そう考えると、はい、貧弱なことなんて言ってる場合じゃないって、もう弱肉強食で、はい、怪我したら怪我したでもそれはもう自分の運命やと、はい、その代わり怪我しないようにケアもするけど、うん、今必死に生きるっていうのを毎年思うと、そうそう、はい、2020年のね、はい、もうあの今年の目はね、はい、必死で生きるんです。だからこれは学生とかにも向けてもそうですよ、自分にも言えることですもんね。そうそう、今必死で生きれないやつが、うん、勝負どころで必ず何もつかめないですから。私も今からちょっと必死だよ、はい、だからね、うん、皆さんもね、はい、年末は戦力外通告の男たちを見て、はい、
自分の卒業は必ず来ることを実感し、年始に箱根を見てやっぱり今を必死で生きなきゃっていうことを ね考えると、そんなにね甘く生きれないですよ。そうですね、なんかすごい刺さりました。はい、頑張ります。こっちも私も頑張ろう。